皆さん、こんにちは。今回のね、ユータイムズなんですけども、3本のね、ニュースをピックアップさせていただきます。非常にね、大きな動きが、いろいろね、戦況でも、そしてね、ウクライナによるロシアへの大規模ドローン攻撃も発生しました。今回のね、内容なんですけども、まずね、1本目、ロシア、ウクライナとルーマニアの入国管理局をドローン攻撃したというニュースです。そして2本目、ウクライナがロシア4州に対して200機近いドローン攻撃を実施しました。で、カザニにある軍事空港も標的に今回なりました。そして3本目、ポクロウシクまであと一歩、セリドボ・ミルノグラードへのロシア侵攻が急激に加速しているというようなニュースになっております。そしてまず1本目のウクライナとルーマニア入国管理局へのドローン攻撃に関するニュースです。ロシアが10月2日にですね、ウクライナとルーマニア国境をドローン攻撃し、トラックなどが延焼してしまいました。そしてですね、今回このような攻撃があったのに対しても、NATO がね、ロシアのこの挑発行為に対する行為を何ら取らないということで不満が加速しています。そして実際にね、これが破壊されたトラックと入国管理オフィスの映像になるんですけども、ここはもうほぼほぼね、ルーマニアの領土と言っても過言ではない場所ですので、今回ね、このようなことが起きたことに対して、まあ、ルーマニアがね、何ら対応を取らなかったっていうことに対して、ウクライナのね、世論が大きくざわついてます。本来であればね、ルーマニアサイドが迎撃をしないといけない内容なのかなというふうに我々は理解しています。そして今までもね、何度も言ってきたんですけども、ロシアがこういう挑発行為をヨーロッパサイド、NATO サイドに行っているにもかかわらず、NATO がね、対応を取りたくないということで、ロシアの行動がどん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 エスカレートしていってるっていうような状況です。で、場所なんですけども、このね、ルーマニア、モルドバ、そしてオデッサの下にある、オルロブカという場所があるんですけども、ここがね、今回の標的となりました。で、ルーマニアは2機の F16 と2機の F18 を離陸させて、状況の注視というのを行ったんですけども、迎撃はせず、そして結果的に1名の国境にいたトルコ人が負傷するという事態に発展しました。でね、これ代わりになんですけど、まあ、ルーマニアがウクライナに対してパトリオットをね、1台提供するという、まあ、内容が少し前に僕お伝えしたと思うんですけども、まあ、こういうこともあってですね、自分たちの領土をウクライナサイドで守ってねっていう意味を込めての、まあ、今回ね、このパトリオット提供になってるので、一応ルーマニアは、行動は取ってるんですけども、ただウクライナとして、ポーランドにもルーマニアにも他の国に対してもしっかりこのロシアの攻撃を迎撃するような行動を取ってもらわないとですね、困るよということを何度も何度も伝えてるんですけども、まあ、各国ロシア側のこの状況には参戦したくないということで、ウクライナ一人で頑張ってねっていう状況が続いてるので、まあ、今回ね、こういうエスカレーションが起きて、今後ね、NATO の行動、ヨーロッパの行動、各国の行動が変わればいいなというふうに赤裸々にね、感じてるような内容でございます。そしてね、2本目のニュースなんですけども、非常にね、大きくウクライナで大々的に報道されたんですけども、ロシア4州に対して200機近いドローン攻撃をウクライナが実施しました。そしてね、カザニーにある大体ね、ウクライナから1300キロぐらい離れた軍事空港があります。ここは SU-34、SU-35、そして誘導爆弾、航空燃料なんかが保管されている場所で、ウクライナはここのドローン攻撃を実施したというような内容になってます。いくらね、ウクライナ側の戦況を頑張ってもですね、誘導爆弾がウクライナに放たれている間はですね、非常にウクライナ苦戦しているという状況で、昨日もですね、ハルキウに対して、誘導爆弾、高性能爆弾というのが落とされて大きな被害を受けているというような状況で苦戦が強いられています。その中で長距離攻撃ができない現状で、ウクライナが唯一使えるのがドローンだということで、ドローンで、こういう軍事空港の壊滅をウクライナが狙っているというような内容になってます。で、10月3日のロシア4州へのドローン攻撃なんですけども、クルスク、ベルグラード、ブリャンスク、カザニなどに200機近い攻撃を実施ということで、
ロシアはね、大部分は迎撃に成功したみたいなね、報道を出してたりとか、あと200機じゃなくて120機だっていうね、いうような、内容が出てたりするんですけど、ただね、いろいろなところに、着弾であったりとか映像が出回ってることを踏まえるとですね、200機近いのかなっていうふうに、思います。で、まずね、最初に、その映像の方をね、見ていただければ幸いです。はい。ということでね、このような映像が出回ってるんですけども、ただね、今回、ウクライナ側のこの攻撃というのを大々的にロシア国内でも見せたくないということで、かなりね、情報規制がされたみたいで、そんなにね、以前ほど多くの映像は出回ってないのかなっていうふうには感じてます。ロシア側のね、ニュースサイトなんかを見れば、もっといろいろ出てるのかもしれないですけども、ただね、以前もお話ししましたけど、ウクライナ国内でロシアのサイトを見るっていうのは、規制されているような状況なので、今回はね、これぐらいの映像にとどめさせていただきました。で、各地でね、ロシアの地対空が、いつも通り暴発してしまってですね、住民への被害が拡大しているというような、ことがね、いろいろなロシア国民の住民の方から声が上がってますと。で、先ほども言いましたけど、このカザニの軍事空港っていうのが一番重要な部分になっててですね、誘導爆弾を、投下するための戦闘機の保管、そして誘導爆弾自体の保管、そして機体燃料ですね、こういうものが保管されているということで、ここをウクライナは、破壊させたい狙いがありました。で、今回はね、ジェットドローンではなくて、映像を見た限りだと、通常のね、プロペラタイプのドローンが使用されたのかなというふうに思います。で、この裏にはですね、多分、クルスク、ベルグラード、そしてブリャンスク、ここはね、一つ、ロシアを撹乱させるための攻撃で、そして、一番の目的っていうのは、このカザニの軍事空港なのかなというふうに思います。で、距離が1300キロ離れているので、ジェットドローンでは到達不可能ということで、今回はプロペラの普通の通常のドローンを、現地側に行かせたのかなというような、推測になっております。で、このね、ロシアカザニにあるボリソ・グレブスク軍事空港というところがあるんですけども、キーウからだと直線距離が1300キロ。放ったところがね、もっと近い地点なので、距離はね、もう少し少なくなるんですけども、ただそれにしても、多分ジェットドローンでは到達不可能な、かなりロシア国内でも奥地の部分になってますと。で、ここはですね、SU-34、SU-35 などが保管されている場所になってます。そしてね、実はここは以前もね、今年8月14日にもウクライナ軍がドローン攻撃を行った場所で、なかなかね、それがうまくいってないということで、今回再度ね、そこを狙った、攻撃になってます。でね、延焼する、ボリソ・グレブスク軍事空港の映像なんですけども、非常にね、大きく燃え広がってるのかなと。現時点でね、まだ被害状況の報告、そして衛星、航空写真などのようなものは公表されてないんですけども、できればね、大きな被害が出てほしいなということが率直な気持ちの部分です。でね、今回3本目になるんですけども、ドネツク方面、そしてね、ハルキウ方面で大きな動きがありました。特にドネツク方面なんですけども、ポクロウシクまでまだあと一歩っていうところのセリドワ、そしてミルノグラードへのロシア侵攻が急激に加速しているというようなニュースです。まずね、今回、激戦地化している2方向っていうのがあるんですけども、ハルキウ方面とドネツク方面。まずね、ドネツク方面の方を、解説させていただきます。このドネツク方面なんですけども、今回動きがあったのはセリドボとミルノグラードということで、ミルノグラードはポクロシクの上ですね。で、ポクロシクの下にあるのがセリドボというところです。で、さらに下に、ウグリダールというところがあるんですけども、これは前回のニュータイムズでお話ししたように、ロシアが陥落に成功した街ということで、今後一層このポクロシク方面への攻撃が、加速するんじゃないかっていうふうに言われてたんですけども、予想通りですね、セリドボ・ミルノグラードでも大きな動きがありましたと。
で、9月1日と10月4日時点の比較のマップになってるんですけども、このセリド語部分ですね、さらにこの下の部分なんですけども、以前お話ししたようにカニ戦法ということで、両方から直近したっていうような内容になってますと。で、このツクリネという、集落、町をロシアが直近することに成功して、まだね、完全に陥落っていう状況ではないんですけど、秒読みということで、で、このツクリネを獲得するとですね、セリドボまで 1.5 キロという地点までになっているので、セリドボの陥落というのも数日内に起きるのかなというふうに予想はしてます。で、以前もお話ししたんですけども、カニの、直近戦法でですね、このツクリネを、囲い込みに成功したっていうような内容になってます。で、さらに上のですね、このミルノグラードという町があるんですけども、ここに対してですね、ロシア軍が大きく進軍を成功させてですね、ミルノグラードまで3キロの距離というところまで、到達しているような状況でございます。そしてこのミルノグラードはですね、このロシアがすでに侵攻した地区から3キロ地点ということで、陥落もそんなに長い時間かからないのかなっていうふうに予想されてます。で、ミルノグラードはポクロウシクと同じハブ拠点になっててですね、同じ幹線道路で、つながってるので、ミルノグラードの陥落が起きれば、ポクロウシクに対する、陥落というのも、ほぼ秒読みというかね、数日ないし1週間で起きるっていうような内容で、非常にウクライナとしては大きな危機感を募らせていますと。で、ポクロウシク、ミルノグラード、セリドボのこの3都市なんですけども、もともと工業地帯なんですよね。で、大体15万人の住民が生活してた地区で、1つか2つの工場があるんですけども、その工場で全てのこの住民の生活が成り立ってたような地区になってますと。で、もう1つね、激戦地化してる2つ目のハルキウ方面ですね。こちらの方も解説させていただきます。まずね、ここでロシアが狙っているのがクピャンスク。で、このクピャンスク方面なんですけども、鉄道がね、5方向から通ってるっていうことで、ロシアはここを狙ってるんですけども、以前もお話ししたように、このオスコル川という、クピャンスクを隔てて、2方向にクピャンスクが分裂してるんですけども、ここをロシアが進軍を継続しているような状況で、一部このオスコル川周辺の集落というのが陥落をしてしまったというようなニュース内容になってます。このちょうど赤四角の部分ですね、クピャンスクがあるのは。で、以前もお話ししたんですけども、ロシアの目論見としては、上から、そして下からの攻撃を成功させると。で、正面からの攻撃というのはなかなか苦戦しているような状況で、上の方の攻撃も苦戦していると。で、対象になったのが、この下の部分で、イジューム方面なんですけども、カリスニキフカ、という、集落、こちらの方を、今回、ロシア軍が、進軍で獲得に成功した、侵略に成功した部分になってますよと。で、このね、クピャンスク方面なんですけども、オスコル川というのがあって、そして両サイドにですね、この道路というのがあるんですけども、重要になるのが、このボロバという地区で、このボロバに対して伸びている道路があるんですけども、その道路につながる、カリスニキフカという、集落、こちらが10月2日に侵略、占領されてしまったところで、道路がつながってますので、今後さらにこのクピャンスクへの攻撃というのがロシア側からすると容易になるし、もっと言えばこのオスコル川周辺をですね、獲得することが可能になると。で、何度も言いますけど、ロシアはソ連時代からの特徴なんですけど、ソ連というのはトラックが少なかったんですよね。ですので、大部分の物流を鉄道に頼っていました。で、例えば欧米に関すると、欧米はトラック輸送に頼ってますと。で、ウクライナは欧米式に切り替えたので、トラックの輸送で全てのこの物資、兵器輸送をしてるんですけど、ロシアは相変わらず鉄道に頼ってるような状況で、で、このオスコル川から左側にある幹線道路を使いながら、ウクライナは物資補給をしてるので、ロシアがこれを抑えてしまうと、
ウクライナは物資供給というのができなくなってしまうという事態が発生してしまいます。で、逆にロシアとしては何が何でもこのクピャンスクを抑えて、鉄道の物資補給をうまく迅速に行うことで、進軍というのが劇的に加速するような状況ですと。で、今後ね、まあ、この地区をロシアが自分のものにしてしまうと、ウクライナは撤退せざるを得ない状況になると。で、もっと言えば、以前お話ししたんですけども、ドネツク方面でのロシアが自分の手中に収めたウグリダールという場所なんですけど、ここは、このクリミアから伸びるドネツクに対する鉄道のルートがあるんですよね。で、5キロ、の、まあ、距離なんですけど、ここをね、ウクライナが自分たちが占領してたおかげでですね、ウグリダールから、このロシアの鉄道に対する攻撃というのができたので、ロシアとしてはクリミアからドネツクまでの補給ルートが、まあ、繋がらなかったんですけど、ウグリダールが、まあ、ロシアの手中に入ったっていうことで、今後この鉄道が運用されることになるっていうことをお話ししたんですけど、実はこのドネツクからこのハルキウ方面にもこの鉄道をロシアは繋げたくてですね。で、このクピャンスクを獲得すると、まずロシアからこのクピャンスク方面に対する鉄道が繋がってますので、まあ、ここを利用しながら大きく大きくハルキウに対するこの侵攻っていうのが継続できますよと。で、最終的な目論見としては、このハルキウ方面と、そしてもう一つはこのドネツク方面からクリミアに対する全ての鉄道をつなげてですね、どん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 ウクライナに対するこの進軍を加速させたいと。以前、マリウポリなんかもね、ロシア狙ってたんですけど、それのまあ意図としては鉄道があるっていうことで、この周辺一帯ですね、鉄道が走ってる部分を全て自分のものにして戦況を、うまく進めるというような内容を、まあ、目論んでたというような内容で、まあ、それが現実的に成功しつつあるというような状況で、非常にウクライナ大ピンチということで、かなり軽視できないです。で、ウグリダールが一時的にウクライナ軍がそこを離して、そしてまた取り返すみたいなことを、まあ、おっしゃられてる方もいるんですけど、そんなに甘い状況ではなくて、何が何でもウグリダールは、自分たちのものにしておく必要があったんですけども、結果的に、そこから撤退するわけではなくて、逃げるように、ウクライナは、そこから出ていったと。で、第72部隊の兵士も語ってたんですけども、本当に、生きるか死ぬかの瀬戸際だったと。前回のニュータイムズでも映像を入れさせていただいたんですけども、兵士が無事に、撤退できたというお話をしたんですけど、負傷者多数、今後ね、その負傷した兵士の治療っていうのを行われるんですけど、そこからどれだけの数が待機できるかというのは非常に不明な状況で、大きな被害をウクライナ軍側が負ってるっていうのはもう誰が見てもよくわかるというような状況です。で、まあ、先ほどもお話ししたんですけども、カリスニキフカの下にボロバというまあ町があるんですけども、まあ、ここをね、ロシアが獲得してしまうと、このオスコル川周辺は一気にね、ロシアの領土化になってしまうと。で、クピャンスク方面は上に対していけないので、このイジューム方面を進めて、イジュームから挟み撃ちでクピャンスクを攻めるというまあ狙いを今、ロシアが目論んでいるような状況です。で、このオスコル川、そしてボロバの拡大した、マップになってるんですけども、コリスニキフカとボロバというのは幹線道路が、まあ、つながっているような状況で、ボロバの陥落というのも、まあ、ほぼほぼ、もしかしたら数日内に起きるんじゃないかというふうに、ウクライナ側は見てますと。で、ウクライナ側の今回の敗因の一つの問題は、ウグリダールに関しても、今回のこのクピャンスクに関してもそうなんですけど、防衛設備ですね、ちゃんとしたウクライナ軍が生活をできるような防衛施設、塹壕、地下施設、そういうものの建設というのが、まあ、ほぼほぼ実施されなかったよと。で、まあ、それは以前もお話ししたんですけど、ウクライナ軍は、そういう防衛施設の建設を要請するんですけど、それを担当しているのは各自治体。しかし、その自治体が、そういう対応が、まあ、うまくいかず、ということで、まあ、非常にウクライナ国内でも強い、
政府に対する自治体に対する世論っていうのが上がってて、クルスクなんかで、まあ、いろんな成功を収めてる、そしてドローン攻撃なんかで成功を収めてる一方でですね、対応がまちまちであって、もっとできることがあるんじゃないかっていうことで、まあ、今のゼレンスキー政権、ウクライナ軍、そして今の国会議員たちですね、こういうところに非難が集中しているような状況ですと。軍事専門家でなくても、こういうマップ状況を見ると、まあ、いかにね、ウクライナの準備が進んでないかっていうのが、まあ、よくわかるような内容になってますので、まあ、綱渡りの状況で、なんとか兵士たちが自分の命を、捧げながら頑張っているものの、もっともっと国が後押しをすればうまくいくんじゃないかっていうふうなことは、よく感じられる内容になっているのかなというふうに思います。で、このオスコル川なんですけども、まあ、ロシアが自分のものに獲得してしまうとですね、ウクライナ軍は、身も守ることができずにですね、苦戦してしまうと。今まではウクライナ軍が、まあ、ここから、この低地、高地の差を利用しながらロシア軍を攻撃してたんだけども、まあ、それが逆転するような状況が起きてしまうということで、非常にこれから苦戦するんじゃないかというふうに、言われてます。で、一方でですね、ドネツク、まあ、これはもうピックアップの方に入れなかったんですけども、実はですね、9月28日に、ロシアが、このドネツク、ウクライナが管理、まだ管理している地区ですね、スラビャンスク、クラマトルスク、そしてコンスタンチノフカ、ここのね、水道に対する大きな攻撃を行いまして、で、結果的に、26万人の住民が、断水する状況が、起きてしまいました。ですので、まあ、水がない中で生活は不可能ということで、一層ね、ここからの避難する住民の数が増えるとともにですね、もっと言えば、もうドネツク自体は全てロシアの手中に収まるということが、まあ、ほぼほぼね、まあ、今後どうだろうね、2、3週間、長く持っても1ヶ月。で、あとね、1ヶ月もすれば寒さが来るんですよね。そうすると今まで沼地化していたところが全部凍ってしまうということで、ロシア軍の兵器っていうのが非常に進軍しやすくなると、でそのタイミングで大きく戦況がこう大きく変わってしまうんじゃないかっていうふうにも、まあ、言われてます。まあ、これは冬あるあるですね。この夏春、特に春秋冬っていうのは、まあ、沼地なのでなかなか進めないけども、凍ってるタイミングっていうのは非常に進みやすくなるっていうことで、今後ね、状況が大きく反転するんじゃないかというふうに思ってます。ウクライナの、まあ、いろんな兵士と話をするんですけど、やはりね、このドネツク方面、鉄道をロシアがうまく利用してるっていうこともあるので、やっぱりね、ウクライナ軍非常に苦戦してるし、押されてるし、もがき苦しんでるんだけども、まあ、なかなかそれがうまくいってないというような状況が続いてて、まあ、最終的にはロシアに対する引き渡しというのが、起きるんじゃないかというふうに、言ってます。もっと言えば、ウクライナとしてはクルスクなんかで、この長距離兵器を獲得して、どん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 ロシアを痛めつけるという、まあ、プランをね、ずっとゼレンスキー大統領は練ってたんですけど、まあ、欧米がその長距離兵器の提供っていうのをなかなか行わないっていうこともあってですね、非常に苦戦する状況っていうのが続いてて、まあ、結果的に今みたいなですね、危機的状況がいろんな地区で生まれてしまっているというような内容です。もしよろしければチャンネル登録、いいね、そしてね、動画のシェアをしていただけると幸いです。今回もね、最後まで見てくださってありがとうございます。